50回ですよ。ジェットポレット第1回にたまたまでもないですけどお伺いしたのが2006年の6月ですから、やっぱり6年、ちょうど6年前ですね。6周年ですよ、ゼルさん。そうなんだ。はい、6周年です。はい、ごめん、俺打席数数えてホームランしか数えないから。そうで、その頃からまあ半分ぐらいジェットポレットで詩を読ませていただいたぐらいかなと思ってます。で、その時に一番最初にここで読んだ詩からその最初の頃に作ったものっていうのも含めてずっと作ったものが大体ファイル してあったんで、今日ちょっと来る前につらつらと読んでみました。6年前、まだ30歳になったばっかりぐらいでしたね。作品の質が、レベルがね、全く変わらないです、今と。まあ、誰が判断してるかっていうのは分かんないんですけど、自分で見て、自分の作ったものを見て、今作ってもそんな変わんないなと。まあ、最初からそのレベルを確立していたという言い方もありますし、1ミリたりとも成長していないという見方もあります。そんな作品たち、天下り斡旋業者を始めました。まだまだ働きたいのに定年だ。老後の収入を大きく左右する天下り、膨大な退職金を2回も3回ももらえるのだから憧れますよね、天下り。でも天下りなんて警視庁の OB やキャリア官僚だけのものなんじゃないの、思っていませんか。弊社では大きな天下りから小さな天下りまで、あなたにぴったりの天下り先を紹介します。もちろん不正発覚やスキャンダルで天下りに失敗する方もいらっしゃるでしょう。でもご安心ください、弊社ではリスクに備えた天下り保険を完備しております。天下ってまでも働きたくないし早く引退したいよというあなたには、今後急成長する天下り市場を見据え氷回りファンド天下り君をご用意。弊社で天下りした案件の 15% が配当されます。天下り専門商社落ち武者商事株式会社にぜひお電話を。0120-889-1165、早く老後と覚えてください。これが2008年って書いてありますね。大して今と頭の中が変わってない。で、そんなに詩をガリガリ書いていろんなイベントに出てっていうことは全然していなくて、僕は基本的にはこのジェットポエットでしか詩の朗読っていうのはしてないです。で、このイベントで読むためだけにしか書いてないので、まあそんなに数がないんですね。多分今この中にあるのは20ぐらいしかないんですけども、今日まあ50回ですよ、6周年。何読もうかなと思っていろいろ考えあぐねて、今パタッと開いたところを読んじゃったんですけども、ちょっともうちょっと考えて読みたい詩をもう一つだけ。さっきダミさんと
6年、まあちょっと勘違いして7年だと思ってたんですけど、数えたら6年で、この6年で何が変わったかなっていう話をしてたんですけど、 iPhone を見ていてデフォルトの文字の大きさでは読みづらいって話をさっき知ってたんですよね。で、これも2008年って書いてあるんですけど、字がちっちゃくちょっと読めないんですけど、ちょっと待ってください。そう、そうですね。メガネをそろそろ変えようかなと思っています。昔話。あんた、いつもそうやって、あ、ごめんなさい、ちょっと待って。間違え。回ししようって言うから後で読むのと今読むのとちょっと考えてたんですけど、ごめんなさい、後で読もうと思ったのを読み始めてしまいました。覚えていますか、あの頃の景色を。覚えていますか、あの頃の夢を。覚えていますか、二人で転げ回った河川敷のむせ返るような夏草の匂いを覚えていますか、夕立に降られ冷えた体を強く抱きしめ合ったことを覚えていますか、一人でスープを飲みながらもったいなさそうにスープを一さじ一さじすくって口に運ぶ君を思い出します。どうだいと問いかける僕に、おいしいと答える君、また飲みに来てもいいと聞く君に、もちろんと答える僕、けれど君は二度とスープを飲みには来なかった。帰り道、行くなと言ったけれども君は行ってしまった。ここでもそこでもないどこかへ君は行ってしまった。毎日君が僕の作るスープを飲む。他愛のない夢を見ている。僕の夢は決して叶わないけれど、いつまでも幼いままの君がスープ皿の目の前で笑っている。あの日のあのスープの味を覚えていますか。